ンチェスターミステリー。なぜ幼いルーシーは無残に両親を殺害したのか、ミステリーです。血生臭い凶行の現場をご覧ください。チケットをお願いします。従業員よ、無料で入れる。グランチェスターミステリーマンションをお楽しみください。アニマトロニクス人形を蹴ったりスプレーをかけることは禁じられています。優しい母親が食事を用意していた実際のキッチンをご覧ください。戦前の遺物がまだたくさん転がっているんだな。対象年齢5歳以上です。アトラクションの制作に動物は使われておりません。グランチェスターミステリーマンション社は本アトラクションの。グランチェスターミステリーマンションの物語はモーティシアとハンニバル・グランチェスターから始まります。一人娘のルーシーのお宅、モーティシアは危うく。鍵が必要よ。ハンニバルは元から子供が欲しくなかったので、妻を殺しかけた娘を憎みます。次の部屋へどうぞ。押さないでください。乱暴な振る舞いをされるとグランチェスターミステリーマンションから退去していただきます。これは開けられない。幼い頃からルーシーは年老いた両親の手に余りました。この部屋で母は娘にシェリーやポーの本を読み聞かせ、ボージア家の歴史を教えました。友達はいなかったので、ルーシーは小動物を捕まえて遊びました。その皮は家具の下に釘で留められていました。品物を記念品として持ち帰ることは禁じられています。次の部屋へどうぞ。モーティシアはやがて娘が取り憑かれていると確信します。何だったんだ。ハンニバルは邪霊を叩き出せると考えていました。モーティシアは毎朝不可解な寒気を感じ、霊能力者の助言にして、暖炉を作って霊を追い出そうとしました。暖炉に潜り込まれて怪我をされた方の責任は負いかねます。次の部屋へどうぞ。ルーシアの霊能力者は悪霊を払えばルーシーは救われると主張しました。このような部屋が作られたのは霊を迷わせてルーシーを見つけにくくするためでした。ある朝、
ハンニバルはここに来て、不気味なほど自分にそっくりな人形が首をつっているのに気づきました。天井の家具に登ることは固く禁じられています。次の部屋へどうぞ。ハンニバルのお気に入りの料理人はルーシーがネズミを食べる通りのことでやめてしまいました。ここはルーシーがデザートに毒を持って両親を最初に殺そうとしたところでもあります。それ以来ハンニバルは杖を持ち歩くようになりました。ルーシーはすぐに杖の届かないところに身を置くことを学びました。キッチンスプーンを剣の代わりにして決闘をなさらないように願います。次の部屋へどうぞ。雪間を過ぎるとどこにもつながっていない階段があります。これもまたモーティシアが娘に取り付いた悪霊を惑わせるためにしたことです。次の部屋に行く間に小さなお子様を階段の手すりから吊り下げることは禁じられています。マダム・スカーロッタはこの部屋で降霊術を行い、悪霊をモーティシアの娘から追い払おうとしました。ルーシーはこの上の部屋に座り、降霊術の間天井を叩いていたそうです。マダム・スカーロッタはルーシーに階段から突き落とされそうになったと訴えました。怖がることはありません。現代科学が亡霊は存在せず、亡霊術はインチキであることを証明。やった。機械の扱い方を知っているんだな。グランチェスターミステリーマンションが競売にかけられた時、仕掛けを施されたろうそくがいくつも見つかりました。次の部屋へどうぞ。この部屋ではルーシー・グランチェスターの短い人生の間に集めた遺品が…敵と交戦します。
らのレプリカはギフトショップにてお求めになれます。小動物の皮を剥いたおもちゃのトレンド栄養ナイフであると痛がらない子供はいます宣言です。大人用の少ない使えるレプリカも残っているか確認するのがベストだ。見学が終わりましたら次の部屋へどうぞ。靴に打ち付けられていた針や釘で足を貫いた後、ハンニバルはお仕置きをしようとルーシーの部屋を訪れます。いきさつを知る術は永遠にありませんが、ハンニバルは目を貫いたハサミが脳に達した状態で発見されました。ルーシーは杖で殴られそうになったので身を守ろうとハサミを構えたと言いました。ハンニバルはつまずいてハサミに倒れ込んだというのです。なぜ指が全て切断されていたのかを尋ねられると、二度と杖を握れないようにしたとルーシーは答えました。ルーシーの母は主寝室でぬいぐるみを口に詰められて死んでいるのが見つかりました。手首にはロープの跡がありましたが、ロープが発見されることはありませんでした。ルーシーはモーティシアがお休みのキスを拒んだためにぬいぐるみが一人でやったのだと言い張りました。ルーシーは精神病院に送られました。18の誕生日にそこを脱出しました。9日後、彼女が天井裏で首を吊っているのが見つかりました。自殺のようでした。次の部屋へどうぞ。この罠すべてを一体どうやって作られてたのか。
素晴らしい。ビンゴね。本から本当のことは学べない。